東武動物公園、ハイブリッドレジャーランド東武動物公園、ハイブリッドレジャーランドと、ウブ動物公園は、埼玉県南埼玉郡宮城町と白岡市に、またがって立地している動物と2.5次元をテーマとした、ハイブリッドレジャーランド。総面積は61ヘクタール、パーク部分は53ヘクタール。関東地方の動物園では、最大規模である。また、 国内第5位の入園者数2018年度である。開園時に上野動物園の名物飼育係でカバの飼育で名を馳せたカバ園長こと西山敏夫園長に迎えて目玉とする一方芸能人のコンサートなどのイベント会場としても運営することで集客を図る経営を取ったことで知られる。カピバラリスザルなどの飼育動物のうち草食獣を 積極的に走らせたり、自然景観を再現した動物園としての運営を中心としている一方で、絶叫マシンなど多数のアトラクションの設置や、夏季のダイプールウニエなど、アミューズメントパークとしても評価が高い。一パークでは2000年3月より、ハイブリッドレジャーランドと銘打っている。ハイブリッドレジャーランド、東武動物公園は、東武レジャー企画の称号である。なお、 東園の最寄り駅である、東武鉄道の東武動物公園駅は、駅の開業当時は、杉戸駅という名称であったが、東園の開園に先立つ1981年3月16日に、現在の駅名に改称された。同時に、永団地下鉄日比谷線、現、東京地下鉄日比谷線との直通運転を同駅まで、延長、従前は北かす壁まで、その後日光線の、 南栗橋まで再延長2003年3月19日には東京地下鉄、半蔵門線、渋谷経由、東急田園都市線、中央林間駅まで直通運転を開始し利便性が向上されている東ゲートの出入り口付近には東武動物公園駅の時刻表が掲示されている道園には東武動物公園の歌 東武動物公園テーマソングというテーマソングが存在し、主に園内放送やラジオ CM で流れている。また、東武動物公園駅では2013年8月1日の午前10時より、同曲をアレンジした楽曲を発車メロディとして採用されている。大きく分けると、東側がアミューズメントパーク、西側が動物園と東武スーパープールからなる。 東側と西側をつなぐ園内の交通手段は、開園当初は存在しなかったが、1986年に動物園東端から西ゲート手前を結ぶロープウェイ、スカイウェイが開通。1989年に東ゲートからプレイランドまでの約 1km を結ぶイースタントレイン、現、太陽の恵み鉄道。 パークインが開通した2016年5月現在では西からハートフルランド駅、リバティーランド駅東ゲート駅の3駅がある。2003年9月30日でスカイウェイが廃止され大対策として翌月10月から東部バスの廃車車両を利用してシャトルバスアニマルブブが運行を開始した。姫宮おとし川が公園内を横切り笠原沼内が 公園の池から流れ出る。公園内には広い池が多く、世界初の水上木製コースター、レジーナなど池を利用したアトラクションがある。これらの池はかつて、東武動物公園周辺に存在していた、笠原沼に由来するものである。動物園には、ホワイトタイガー、白髪のベンガルトラが2003年3月に来園し、関東地方では見かけられなかったこともあり。 動物園のシンボル的存在になった。2003年来園の竜は2012年に国内飼育最高齢で死亡したが、2008年10月18日来園の2頭が飼育展示されている。園内の利用料金は公式サイト上の料金、チケットを参照。東武線、東上線を除く各駅からの鉄道と路線バスの往復乗車券と入園券をセットにした。 東武動物公園切符が出発地の駅窓口もしくは東武トップツアーズ各店で発売されている。東園のシンボルキャラクター。開業19周年の2000年3月28日に登場。デザイナーは秋山隆である。後に園内のトッピー広場や年間パスポート、トッピークラブなどの名称にも使われている。動物の餌の一部はより、 寄付されている。和ズ市にある吉野家の東京工場では、1日、約2トンの白菜とキャベツの概要が廃棄される。その中から190キログラムが使用されている。また動物園までの運搬も、吉野家の運搬車が使用されている。開園当初は主に、東武鉄道で活躍していた、鉄道車両が保存展示されていたが、1989年の東武。 博物館開業に際して、ほとんどの車両が道館へ移転された。残った車両の一つに、貴品車の特500復元車が存在したが、老朽化に伴い1996年に解体されている。また、7300系、モハ7329は2018年に解体されている。晩年は、周囲がフェンスで覆われており、周囲からの確認が困難となっていた。 80年代、木曜洋画劇場で、ソノのの CM が、メガトンネットワーク、現、TXN ぐるみで流れていたことがあった。2017年4月22日より、獣フレンズとのコラボが行われ、各動物の飼育場所周辺へ、獣フレンズのキャラクターのパネルが設置されたが、その際、当園で飼育されている、フンボルトペンディンのグープが、フンボルトペンディンのキャラクター。 フルルのパネルを見つめる様子が話題となった。この記述の詳細は、トーペンギンの記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。